この度の東日本大震災による福島第一原発の事故によりまして、関東地方を含む東日本において放射能の影響というものが懸念されており、大変大きな社会問題となっております。またさまざまなメディアを通じていろいろな放射線量の測定値というものが公表されておりますけれども、このそれぞれが測定器がまちまちであったり、また測定方法、調査対象などが統一されていないということで、非常にその測定値に幅が生じておりまして、これがかえって住民の皆さんの混乱を招いているということが言えるのではないでしょうか。また文部科学省では毎日公表しております測定値、千葉県では市原市、東京都新宿区などで測定しておる数値でございますけれども、これは現時点では平常の数値の範囲内であるということが言われております。そしてまた柏市にございます国立がんセンター東病院においても日々測定をされておりますけれども、こちらによりますとすぐに健康に悪影響を及ぼすような数値ではないと、このような見解が述べられているところでございます。そんなことからこの市川市においても同様の状況ではないかという認識を持っているところでございます。しかし市民の皆様から大変多くのご心配なメール等が寄せられております。そんなところから市川市におきましては、千葉市あるいは船橋市など近隣7市の連名で千葉県において統一された機器によって千葉県内の放射線量の測定をしていただきたい、同じ方法で測定していただき、そしてその数値を発表する、あるいは見解を発表するというようなことを千葉県で行っていただきたいということを5月20日に要請をしているところでございます。しかしながら日々測定は続けておりますので、その見解についてはホームページ上等で発表はさせていただく予定になっております。今後市川市では市民の皆様により正確なるデータ等をご提供するために機器の整備等を含めてこれからも対応してまいりたいと考えております。次に真夏の電力需要ピーク時に向けての節電への取り組みでございますけれども、市川市といたしましては照明の間引き、あるいは冷房の温度調整等工夫をいたしまして 25% 昨年度比ですが、これを目標に努力をしてまいりたいというふうに今進めているところでございます。またこの件につきまして市民の皆様方からもいろいろなご提案をいただいておりますが、市川市の節電への取り組み 25% 達成できるのではないかと、こんなふうに思っているところでございます。また市役所においでの市民の皆様方が暗いとか、あるいは冷房が効いていないとか、そのようなご不便をおかけするかもしれませんけれども、この辺につきましては一つご理解いただければと思っております。市民の皆様方におかれましても健康に留意されながらこの節電に極力ご協力をいただきますようお願いをいたします。市内の出来事を振り返るウィークリーヘッドラインです。5月19日東日本大震災の被災地である宮城県石巻市に自転車を救援物資として搬送しました。東日本大震災の被災地である宮城県石巻市は、市川市と災害時総合応援協定を締結している茨城県ひたちなか市の姉妹都市で、今回ひたちなか市と協力して物資を搬送しました。市川市から救援物資として石巻市に届けられたのは、市内の放置自転車として市川市が保管していたもので、保管から3ヶ月が経過して遺失物法により市に所有権がある自転車30台、さらに
現地で故障した場合に修理してもらうための修理セットが10セットです。自転車は1台1台正常に乗ることができるかチェックした後、2トントラック2台に分けて積み込まれ、石巻市に向けて搬送されました。5月20日行徳支所で保育園児による緑のカーテンの苗植えが行われました。市では東日本大震災により電力不足が心配される今年の夏場に向け、地域住民との協働によりこれまで以上の節電対策に積極的に取り組んでいます。今回その取り組みの一環として緑のカーテンの苗植えイベントを行いました。緑のカーテンは建物の壁に沿って栽培したつる性植物がカーテンのような働きをすることから緑のカーテンと呼ばれています。植物が太陽の光を遮るほか、根から吸い上げた水を葉から水蒸気にして出す蒸散作用によって周りの温度上昇を抑える効果があり、エアコンの使用を控えることができます。今回緑のカーテンの苗植えに協力してくれたのは、行徳支所にほど近い塩焼第二保育園と神取保育園の園児38人です。比較的栽培が簡単で効果が高いと言われるゴーヤを使い、保育園児が一株ずつ丁寧に大きく育つよう願いを込めて植えていきました。今回のテーマは安心して暮らせる町へです。市では体感治安の向上、そして一人一人の防犯意識の向上を目指して様々な取り組みを行っています。まずは市内の犯罪発生の現状についてです。今回のテーマは安心して暮らせる町へということで、両脇には安全防犯に関するのぼりもご用意していただきました。今回は市川市役所古賀危機管理担当理事にお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。まずは最近の市川市内の犯罪発生件数の推移について教えてください。はい、ですね、市川市の刑法犯の認知件数ですけども、平成14年にピークを迎えましてですね、約14,100件ぐらいですけども、徐々に減りまして、この8年間で徐々に減りまして、平成22年でいきますと、約 46% 減少し、 46% の値になりまして、6500件ぐらいになりました。今おっしゃったその6000件のうち、はい、最も多いのはどういった犯罪ですか？近隣もそうですけども、自転車の持ってっちゃうというのは自転車がやっぱり一番多いですね。またですね、市川市で増えているのが空き巣と、また、自動車泥棒ですね、こちらが増えておりますので十分気をつけていただきたいと思います。でまた皆さんご存知のようにひったくり犯なんですけども、千葉県、ワースト1ということで、全国ワースト1ということで皆さんかなり、ご存知のことだと思いますけども、その中でも千葉県の中でもですね、3番目に多い市でありますので十分お気をつけてもらいたいと思います。市ではこうした犯罪を防止し、安心安全な街づくりを目指して様々な取り組みを行っています。いくつかご紹介していきましょう。まずは防犯カメラです。市は平成17年に市川市防犯カメラの適正な設置および利用に関する条例を制定しました。市内には市や商店会、自治会などにより640台の街頭防犯カメラが設置され、犯罪抑止効果のほか犯人の検挙にも活用されています。さらに最近大きな問題となっているひったくりについては、ひったくりが発生した場所に警戒を呼びかける表示シートの設置を進めています。そして今市が最も力を入れているのが、市民や市内の事業者などと共に行う青色防犯パトロールや自主防犯活動です。市は防犯パトロールを自主的に行おうとするグループには、
登り旗や停止棒などパトロールで使う物品の支援を行っています。積極的に自治会で防犯パトロールを行っている中国分自治会にその効果や意義について伺いました。こちらで普段行われている自主防犯活動について、はい、その取り組みの内容を教えてください。はい、毎週ですね、週を 2区でを決めて町名単位でパトロールをやっております。1回のパトロールには大体どのぐらいの方が参加するんですか？そうですね、もちろん隊員の数そのもの皆さん全部出てくるわけではありませんので、大体10人から15人ぐらいが1グループとして待っております。活動に対する地域の皆様の反応はいかがですか？これはですね、犯罪非常に少なくなりました。というのはですね、一つは街を明るくするという照明を明るいものに変えてますね。それから皆さん熱心にパトロールしていただけるんで、犯罪がですね、悪質な犯罪が起きておりません。ですから皆様方はそういうパトロール活動に積極的にですね、参加していただいてます。そうですか、はい、それでは皆さんにこの防犯パトロールのやりがいについて伺いたいのですが、やりがいについてはいかがでしょうか？そうですね、まあ、やりがいといいますか、以前と比べましてですね、我々の防犯パトロールをやりましてですね、非常に地域の住民の皆さんとですね、このコミュニケーションといいますかね、防犯パトロールやってる時に気楽にこう挨拶をするとか、そういったようなことでですね、皆さん我々に対して親しみを感じていただけるというようなことですね。皆さん我々パトロール回ってますとね、挨拶してくださるんですよ、会員の方々がね。要は自分たちはできないけどもやってくれてありがとうという無言の形ですよね。それはね、我々のやりがいだと思いますね。素晴らしいことですね、はい、小学生が帰ってきますとね、やっぱり手振ってくれたりね、そういう、ね、仕草も見せますし、やっぱり住民がやっぱり医者でね、皆さんこう冬場はもう窓なんか閉まってますけど、一応頭下げてね、医者をしてくれると、そういうのはやっぱりすごくやりがいがありますね。はい、ではそういった意味では会長、本当にこの町に定着してきているということなんですね。そうですね、はい、ありがとうございます本当に、はい。続いてこちら南新居浜小学校では、学校や PTA に地域の自治会も協力して3社で防犯活動に当たっています。それでは南新居浜小学校の自主防犯活動についてお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。まずはどのような取り組みをされているのか教えてください。はい、教職員、それから保護者、PTA の防犯委員さん、それから自治会の方、3社が年間の予定を組みまして、毎週火曜日の午後4時から学区内をパトロールしています。はい、それは学校にとってはこの3社が協力するといったことにはどういったメリットがありますか？そうですね、やはり本校の子どもでありますけれども、やっぱり地域全体の子どもということで、やはり教職員、それから保護者、地域の連携が深まるのではないかと考えています。では一方、保護者の方からして、その3社が協力するメリットはどんなところにありますか？はい、まず自治会さんですとか学校の教職員、保護者が一体となってパトロールすることで、同じ考えを持てる、その意見を聞ける、安全な場所を確認できる、いろいろなメリットがあります。でもう一つ大きいのは体力の差がないということです。車に乗ってパトロールすることで、どなたでもパトロールができる、その体の健康状態ですとか、そういうことが同じように、乗っていただけるということでしょうか。そういった取り組みの成果はどんなところに感じていらっしゃいますか？ね、2つほどありますけれども、やっぱり1つは何といっても、大きな抑止力につながってですね、この学区では不審者を含めて犯罪が非常に少ないと聞いております。それからもう一つはやはり、教職員、保護者、自治会の方々が顔見知りになるということで、非常に人間関係が深まったということがあると思います。この3社の協力っていうのが本当に大きな力となっているんですね。はい、今後は安全な街づくりのための施策はどのように進めていく予定ですか？体感治安ですね、そちらの方の向上に努めていこうと思っています。皆さんが、
市川市に住んでよかったと、安心安全の街であるというような、心を持っていただけるような感覚を持っていただけるような、市に街にするために、いろんな取り組み、市民の皆さん、また、自治会の皆さん、関係機関の皆さんと一緒にですね、そういうような取り組みをしていきたいと思っております。では最後に市民の方へメッセージをお願いします。はい、先ほど言いましたようにですね、一人一人の市民の方、また、自治会の方とによる防犯パトロールですね、ボランティアの防犯パトロール、こちらの方の参加をお願いしたいと思っております。また行政、また党も行いますけども、いろんな事業に対するこのようなものも配布してですね、皆さんがなるべくこうパトロールしやすいような環境を作っていく、そのためにも皆さん方にパトロールをお願いして、その地域の安全安心を確保してもらう、またもちろん犯罪等につきましてはですね、皆さん一人一人の自覚と、また防御も必要ですので、皆さん方その気持ちを持ってですね、進めていけば市川市もより住みやすい安心安全の街づくりができるものと確信しております。安心安全な街づくりを目指し、市はさまざまな取り組みを行っていますが、市民の皆さんの協力も必要になります。自治会などで行っている防犯パトロールなどにぜひご参加ください。そして最後に、昨年千葉県が都道府県別で全国ワースト1位になり、市も重点的に対策を進めている犯罪ひったくり、その対策を市川警察署に伺いました。昨年についてはひったくりの認知件数が34年ぶりに大阪府警を抜き、千葉県警察が全国1位となり、最重要課題として千葉県警察を挙げ、ひったくり諸対策を講じております。そこで市民の皆さんにお願いしたいことがあります。ひったくり防止の4つのポイントを実践していただきたいのです。そのポイントの1つ目は、バッグは持つよりたすきがけ。2つ目は、自転車カゴには防犯カバー。3つ目は、手荷物持つなら歩道側。4つ目は、バイクの音には振り向いてを実践していただき、ひったくり被害防止に努めていただきたいのです。また万が一ひったくり被害に遭った場合は、素早い110番通報をお願いします。以上が市川警察からのお願いです。安心安全な街づくりには、一人一人が防犯意識を高く持つことも重要です。ご協力をお願いします。6月4日、震災復興支援市川笑顔まつり市川グルメ屋台村を開催します。このイベントは東日本大震災の影響から、一日も早く地域が元気を取り戻し、市民自らが活力を生み出していけるようにとの願いを込めて開催します。会場は市川駅南口駅前広場周辺、ザ・タワーズ・ウエストイベント広場、アイリンクタウン45階展望施設です。当日は物販やステージ企画、市内のさまざまな飲食店の屋台、被災した千葉県旭市の農産物、福島県会津道の駅物産コーナーが軒を連ねます。ご来場をお待ちしています。市では緊急情報や地震、津波情報などを配信するメール情報サービスを行っています。 info@city.ichikawa.chiba.jp にからメールを送信し、返信されたメールに記載されているアドレスから登録してください。次回の放送予定です。6月4日からは5月22日にアイリンクタウン展望施設で行われたマイタウンコンサートを放送します。どうぞご覧ください。